マリーアルイーザ・ディ・スパーニャは、スペイン王カルロス4世と、王妃、マリーアルイサ・デパルマの娘、ブルボンパルマ家当主で、エトルリア王となった、ルドビーコ・ディ・ボルボーネと結婚した。マリーアルイーザ・ディ・ボルボーネ・スパーニャ、マリーアルイーザ・ディ・ボルボーネとも、スペイン名は、マリーアルイサ・デ・ボルボーニ・ボルボーン・パルマ、ラグランハ宮殿で生まれる。成人した7人の兄弟姉妹のうちの3番目で、 弟に、スペイン王フェルナンド7世代及びカルリスタ戦争を起こした、モリナ博、カルロス、姉に、ポルトガル王妃、カルロッタジョアキナ、妹に両シチリア王妃、マリーアイザベラがいる。1795年8月25日に、マドリードで、いとこのルドビーコと結婚した。二人の間には一男一女が生まれた。1801年、ルドビーコは、 ナポレオン・ボナパルトによって建てられたエトルリア王国の国王に即位し、マリー・アルイーザも王妃となったが、ルドビーコは1803年に創生した。息子カルロルドビーコが後を継ぎ、マリー・アルイーザが摂生となった。ナポレオンが失脚した1815年、パルマ公国はマリー・アルイーザに与えられ、カルロルドビーコにはルッカ公国が与えられ、マリー・アルイーザが ルッカ広告の摂政として統治した。1824年、ローマで死去した。息子カルロはパルマ女皇マリアルイーザ死後の1847年にパルマ広告を回復した。マリーアルイーザと息子カルロルドビーコ。ありがとうございます。